はい、皆さん、こんばんは、ワドでーす。今ですね、僕は、日本全国を回って、生放送を見ていただいているリスナーさんに、1万人に会いに行くという旅をやっております。4月の10日から旅を始めているので、現在3日目ですね。もうすぐ4日目になります。今ですね、2017年の4月の12日の10時31分です。ですね、なんと、今、現在どこにいるかっていうと、千葉県の銚子のですね、犬坊というところにいます。犬坊崎って言って、なんて言うんだっけ。船とかをさ、照らすやつなんて言うんだっけ、あれ。灯台。そうだ。灯台で有名で、で、犬坊岬なんかね、日本で、5位とか、世界の、その、灯台100選とかに選ばれてるぐらい結構有名な灯台なんだって。それを見てきました。もしね、その放送を見たい方は、ぜひぜひ、タイムシフトを見るか、YouTube の動画を見てください。よろしくお願いします。でですね、なんと、旅をしてるときに、もう、ほんとカツカツでですね、お金もなくて、本当に困りながら、カツカツで、勢いで家を出てきたんですけれども、なんとですね、水戸からですね、わざわざ、リスナーさんが、車で迎えに来ていただいてですね、今から、水戸まで、犬坊から水戸まで、2時間半ぐらい車でかかるんですけれども、送っていただけるということで、顔、出した方がいいですか？出さない方がいいですか？どっちでもいいです。はい、せっかくなんで出てください。高谷さんでーす、リスナーさんの。今から水戸行くよ。すごい、助かります。高谷さん、よろしくお願いします。はい、あとね、さっきね、高谷さんにね、ご支援いただきました。金額言っちゃっていいですか？1万円いただきました。ありがとうございます。超助かります。1万円いただきました。ステッカー10枚、プレゼントというか、お渡しさせていただきました。超ありがたいです。高谷さんに感謝です。高谷さんもずっとふわっちで、コメントしていただいて、ずっと応援していただいて、高谷かっけーって。高谷最高って。はい、皆さん、高谷さんにパチパチお願いします。よろしくお願いします。お高谷さんのおかげさまで、私のこの旅が、なんとかなっております。それじゃあ皆さん、移動の方よろしいでしょうか？準備OKですか？そう、水戸に行こうと思います。茨城県の。OK ですか？ちょっとね、じゃあ、コメント欄の、リア凸の人数と、更新させていただきます。今ね、9990人だったのが、9989人に変わりました。更新しまーす。9989名です。OK でしょうか？確認できた。OK。じゃあ、これでね、移動しましょう。ちょっと待って、コメント欄切り替える。小さくしようね。よいしょ。これくらいかな。よいしょ。どうでしょう？見えちょる？見えてる？じゃあ行くよ、みんな。出発でーす。行きます。よろしくお願いします。いやー、出発でございます。充電なんとかなったよ。それがね、すごい感動する話で、実は太陽の里にね行って、充電できないっていう風に言われちゃったんですよ、若い女の子の店員さんに。まあそれはしょうがないのね、マニュアルだから。別にその女の子が悪いわけでは全然ないんですけど、なんていうのかな、ピンチになったじゃん。でもやっぱりもう一回お願いしてみようと思って、事情をちゃんと伝えてさ、で日本全国を旅していて、まあ荷物でわかるじゃん、バックパッカーなのは。でこうでこういう状態なんですと。でパソコンの充電とかをしたくて、でインターネットとかでここがすごいおすすめだからっていうことで来たんですよっていうことを説明したら、その施設長の人がいて、要はそのトップの人が偶然、俺が話しかけた人で、いいですよって言ってくれて、
それで、なんとかなりました。うん。それでなんとかなりました。もう本当にありがたかったですね。そう。で、その後すぐに、高谷さんから連絡が来て、大丈夫ですかって車、出しますよって言っていただいて、で、もう本当に、奇跡だよね、本当。ちょっとやばかったよ。焦ったもん。だから、その、下調べなしでね、見切り発車でやるとこうなるなっていう、いい事例ですよ。あとね、何よりも、気をつけた方がいいのがね、旅配信もし、これからやる人とか、旅、ね、やる人にアドバイスなんだけど、ね、荷物の軽量化、ね、本当に余計な荷物多いんだ。そう、パソコン2台持ってきたのがダメで、バッテリー買えばよかったんだよ。ね、本当に気をつけた方がいいよ。本当に大変。ホコリお兄さんはコツ。荷物の軽量化はさ、よく言うじゃん、登山とかでも。何キロ背負うとか、あと、その無駄な荷物を持っていかないって言うけど、これ本当に身に染みた。もう足腰に来るの。水戸次はね、水戸編が終わったらまたリスナーさんに、俺のね、旅は基本的にリスナーさんと一緒に決めるって感じ。もう次どこ行くみたいな。もう思いつきでやる。計画性はゼロ。電波が悪い。うん、よかったよかった。パソコン捨てるわけにいかないよ。パソコンは配信者の命だから。だし、あれだよ、今パソコンなくなったら2時間の放送しか外配信できなくなるよ。放送を続けるために、買ってるわけだからさ。電波。電波です。うん。しょうがない。私、いわきなんで、来れたら来てる。いわきってどの辺だろう？島、北茨城の上。北茨城の方ですか？オッケーオッケー。はるさん分かった。本当にリアトツオッケーなら、ちゃんと、来てくれるんだったら、いわき市ってあれ、被災したところじゃなかったでしたっけ？いわきはどうなんだろう。いわきって違うのかな、うん、土曜日どこにいるかな。逆に、俺今どこに住んでるからって言って、来てとか、どこまで迎えに来てくれるとか、そういう方がありがたい。高谷さん。ほっこりお兄さんさん、さ、高谷さんってさ、昔からずーっとコメント打ってくれてるふわっちから、高谷さんが迎えに来てくれたの。っていうか見れてんのかな。もう電波との戦いなんですよ。あ、全然気にしないで、あれです。はい、高谷さんご飯食べました？あ、ご飯さっき。はい。会いに行きます。お父さん大丈夫ですか？あ、僕。どっかで食べます？あー、なんかあったら、適当に。でも、水戸まで全然。あれですね。どこで食べたんですか？家に出てくる前。あー。いわきね。いわきも久々、そうだよね、確かね。いわき行ってみようか。うん。あ、ミュールが高谷さんマジありがとうって。いや、もう助かる、助かる、本当に。もうみんなに支えられて、ねえ、どん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 前に進めてるから。みんなだから自分がどこに住んでるかとかさ、別にね、住所とか言わなくていいから、どの辺まで来て、みたいな感じとかさ、どの辺来たらリアトツ行くって言ってもらえたら行くからね。あんまりさ、その、僻地の方だと困るけど、できればその、最寄りのね、都市部だったら、いろんな人が来れるからさ。福島はね、カッシーニと、あと、ヒカルくんは、コラボ OK 出てるから、多分ね、福島も盛り上がると思います。雨降ってた。今止んでるかな？ウッドさんいらっしゃい。っていうかね、前回ヒッチハイクしたことあるんだけど、俺引っかからないんだよ。この見てくれだし、男だから。17時間ぐらいやってダメだったから、ヒッチハイクはね、かなり可能性低いと思う。若い人じゃないと無理だよ、男の場合は。群馬だ。群馬どうしようかな。宇都宮って群馬だっけ？栃木です。あ、栃木だ。群馬はなんだ？今、前橋。前橋だ。前橋。メモレイが群馬だっけ？あ、群馬。なんか地図が苦手なんですよ。初見さんいらっしゃい、銀時さん。よろしくお願いします。日本全国を旅してます。今、水戸に向かってます。もしよかったら、面白かったらフォローしてってください。リアトツ1万人まで帰れませんっていう企画です。お願いします。
ヒッチハイクボード。いや、ボード持った持った。ダンボールとか、ホワイトボードとか書いたんだけどダメだった。それで17時間、その、なんだ、東京の激アツスポット、もう定番のところでやったんだけど、もう全然引っかからなくて、諦めちゃった。あ、メモレイの方だ。オッケーオッケー。じゃあメモレイでも俺とコラボ NG って言ってたかんな。なんか、和道と絡むと、ダメだって囲いに言われたから、もう和道とコラボしないって言われちゃったから。あ、座布団ありがとうございます。いい感じだね。今日の昼の放送めちゃめちゃ良かったよね。昨日の夜と。ぽかったよ。旅っぽかったよね。あ、アグリさんだ。いらっしゃい、アグリさん。そう、タカヤンさんが迎えに来てくれて、タカヤンさんにお世話になってます。あ、そうなんだ、銀時さん。ありがとう。コメントあり、嬉しいっすよ。ロブ戦でも、全然嬉しいっすけど、もしよかったら、ワド2だけ打ってもらえると嬉しいです。前橋。オッケーオッケー。ぶっちゃけ一番かなり無謀。でも過去は伝わってるから、東京来たリアトズ行くわ。マジで亀尾さん。ありがとう。最高だったよね。なんつうの。海もすごかったし、もう波に飲まれそうになったけど。海の絵もすごかったしね。展望台も良かったよ。水戸まで送っていただく感じ。水戸。水戸はほら満喫とかあるから。東京、来てよ来てよ。てか東京ね、でもね、そうだよね。東京、俺、新宿だからさ、東京戻ってリアトツ、もう一回やろうね。あー、ありがとう、フォローありがとうございます。っていうかね、告知そろそろしようかなと思ってるんだけど、5月の21、俺誕生日なんですよ。で、誕生日、5月の21に東京戻ってオフ会やろうと思ってんの。で、21から20日間あるじゃん。捨て頃まで。それを、トレーニングやろうかなって思ってるから、もしよかったら、オフ会来て。友達とか連れて行きたいところだけどさ、いや、全然気使わなくていいよ。気軽にでいいよ。みーすけさんこんばんは。もしよかったら、和道リスナー集合でやってもいいかなって思ってます。なので、もし興味があれば、多分一人でリアトするよりも、初めてリアトする人がいっぱいいた方が面白いんだよ。リスナーさん同士で交流できるから。オフ会行ったらダメよね。いや、来ていいよ、全然。そういうのないよ、全然。土曜日、5月の21って、土曜、ん ?5 月の21って何曜日だ ?5 月の21何曜日だろう。ちょっと調べようか。5月の21、日曜だね。5月の21、日曜。予定的には何時から？夕方以降かな。昼間か夕方以降。いつも。東京は便利だよね。そういう時ね。順調に旅が進んでおります。でもこのペースで行くとね、5年かかるね。このペースで行くと5年かかるよ、俺。旅終わんの。あんま遅いといけない。じゃあ、早めの時間やろうか。なんか夕方4時とかさ。それだったら夜7時ぐらいに帰れるじゃん。まあ2時間とかでもね、夕方6時に帰れるから。それだったらどう、ゆうちゃん。だいたいいつも早いもん、和道リスナーのオフ会は。おお、あ、これがあれだ、わ、あれですよね、茨城に入る橋ですよね。どうも茨城です。おお、入った。これが利根川ですか。これが、俺もよくわかんない。多分これ利根川ですよね。今利根川渡ってます。利根川渡ってます。茨城入るよ、もうすぐ。で向こうがもうこっから茨城ですよね。この大陸から、大陸というか、すげえ。十字会までやんないよ。俺お酒飲まないんだからきついってそれ。ねえ、じゃあ夕方4時くらいにしようか。で土曜日やるんだったらっていうことだったら20日にやってもいいかもしんないね。20日に戻ってきて。ちょっとそれ企画しておくんで、よろしくお願いします。お、入ったか。茨城県でーす。茨
城県でーす、皆さん。茨城入りましたー。あざーす。ナビついてるけど、高谷さんが、わかるんでしょ、道が。うん。ナビ、つけてないよ。茨城入りました。いいえ、どんなドラマが待ってるかな、茨城では。パチ屋、パチ屋、とも、あ、ともえあるんだ。ともえ結構茨城が多いです。多いですか、ね、僕、成田なんで、ともえめちゃめちゃ近いんですよ。え、こっちの方が栄えてますね、銚子より。そんなことないですか、うん、こっちの方が。栄えてますよね。ここなんていう。ここは葉先っていう。葉先。ほう。すごい。全然栄えてる。マレーヌさんはどつ茨城は納豆ってイメージですね。なんかありますか？納豆とあんこ。あんこ大好きです。あんこ、有名なんだ。有名。へぇー。あんこの、なんか。あんこ鍋。あんこか。あんこだと思った。あずきのあんこだと思った。あんこか。あんこ鍋。今、水戸駅前で、何ってやつ？セルシオノリのタイガさんいる。え、水戸駅前にいるの？今。マジで？今、水戸向かってますけど、もしよかったらリアトしてください。各地の名産もやってほしい。それがね、俺ね、配信外で申し訳ないんだけど、銚子濡れせんべいが有名なの。濡れせんべい一人でね、電波ないから一人で食べてた。濡れせんべい大好きなんだよ。たむろってますか？え、もしよかったら、リアトツしていただけないですか、タイガさん。実は、新潟へサノッチのコラボみたいな。実はサノッチこの前リアトしたよ。ええ人だよ。ああ、どうなんだろう。繋がってるカズさん、サノッチと。で、サノッチがいいよって言うんだったら全然やるよ、俺。サノッチめちゃめちゃ俺のことディスるんだよね。濡れ線めちゃめちゃうまいよね。一県に204人リアトス来たらちょうど48都道府県クリア。1万人と。多分ね、東京と大阪と北海道とかで、有名どころあるじゃん。でかい都市。名古屋とか。そういうところでね、稼がないとダメなんだと思う。要はさ、青森で204人とかさ、なんつうの、岩手県で204人って想像がつかないじゃん。だからね、多分ね、その、大きい町に行って、そこで、稼ぐっていうのと、あとね、リアトツをね、あと俺の予想なんだけど、3週ぐらいしないとダメだと思ってる。俺その覚悟でいるから。なんでかっていうと、ほら、東京スタートしたけど、この旅、途中から和道のこと知ってる人が増えてるから、ツイッターとかもフォロワーすごい増えてるし、この2日間で、ふわっちのフォロワー多分100人以上増えてるんですよ。すごい、見ていただけてるんで。だから、何週も何週もする感じをしてます。そんな感じ。うん。札幌のね、リスナーさんから今日連絡来ていつ来るんだって言って。うん。家用意してるかなっていう、連絡いただきました。茨城の葉崎ってとこの、地下格闘技集団。そうなの？マジっすか？ぜひぜひ、リアトツお待ちしてます。ぜひぜひ。あ、そうなんだ。じゃあ、ファイターだ。ファイターだ。うん。だから、まあ、知名度を、放送で知名度を上げながら、いろんなところ回るっていう感じだね。サノッチに会った時、ワド嫌いなのって聞いたらネタだからって言ってた。今度聞いてみる。うん、聞いてみて連絡取れるんなら。ワド、新潟行った時、コラボどうみたいな感じで。ワドは、なんか、嫌ってなければ、やりたいっつってたよって言っといて、カズさん。うん。多分ね、サノッチはね、ニコ生でコミュレベル同じぐらいだったから、ライバル意識がすごい強いんだと思う、俺に対して。そう。すげえディスってくるんだよ。別に何もしてないのに、俺。桃鉄みたいだね、本当にね。うん、でもまあ、その3週ぐらいする根性ないと1万人無理でしょ。うん。サノッチはヨッサンとカラオケ屋一緒だった人じゃないよ。ヨッサンとトツするときに、サノッチから連絡来て、俺も混ざりたいから頼むよって言われて、
エナタヌのチケットとか用意したの俺だし、ヨッサンとのさ、ヨッサンに佐野連れてってもいいですかって言ったの俺なんだよ。だから、めちゃめちゃ、なんか、その、佐野っちに対して、なんか、なんつうの普通に対応してたし、なんつうのて、ねえ、なんか、いろいろやったのにさ、なんかめちゃめちゃディスられてさ、それなんだこいつとか思って。ネタだからじゃねえよ。ふざけんなよ。それで嫌いになったんだよね、俺。まあ別にいいけど。ちなみに同じ人が別の日にリアとしても一人として開運される感じ。そうです。一人。だから、1万人、その、人だね。1万回リアとつじゃないの。1万人リアとつ。うん。恩あだで返すってわけじゃないけど、別に俺、サノッチディスられるようなことは一回もしてないはずなんだけどなっていうのが、俺の感覚かな。うん。なんかしゃんみたいな。まあ、しょうがないよね。標的にされやすいからね、俺は。恩着せがましいのはしたくないけどさ。うん、全然、せっか購入前提じゃないよ。全然。普通に会ってもらえるだけでめちゃめちゃ嬉しいよ。うん。はい、ワカツー、瀬戸際18号さんいらっしゃい。楽しんでってください。全然全然。一応ね、ステッカーはね、販売とか購入っていう形じゃなくて、1000円の支援に対して1枚、その、差し上げるっていう形にしてる。昨日の新年配信残念でしたね、面白かったのに。もうあれ、あれ最後までやってたら絶対面白かったのにね、活魚ね。すごいリアリティあったでしょ。リアルバイオハザードって言って、みんな興奮してたし、画質も完璧だったし、ライトも完璧だったのにもったいなかったよね。昨日のは。超いい映像撮れてたのに。多分ね、その心霊配信の中でトップクオリティぐらいの画質でやってたんだよ。で、超盛り上がってたのに警察来ちゃってさ、通報中で。だからさすがにみんな怒ってたもんね、通報中空気読めよって。どっちが和道の嫌がらせになるか考えろって。確実にね、心霊スポットで泊まらせた方がこいつにダメージ与えられるだろうって。うん、昨日の心霊凸見れんかった ?TS 残ってる。残ってる残ってる。昨日の心霊凸から、明け方のおじゃが池のやつと、あと、調子の、なんだ、海配信は結構噛みってるよ。すごい良かったよ。ねえ、見よるね。花火が無駄になっちゃうからね。撮れ高良かったよね。すごい好評で500人だったよ、アクティブ。みんな楽しみにしてた。うん。センスあるアンチなら、あそこは通報するタイミングじゃないよね。多分ね、アンチもね、あ、やっちゃったなって思ったはずだよ、あれは。うん。あれは、失敗したって思ったはずだよ。多分ね、若い子だと思うんだよね。まだ放送を見慣れてないっていうか。なめこじるさんいらっしゃい。これ51号じゃないですよね。124の方ですよ。124です。124、なめこじるさん。51号の方はね、成田の方だから俺わかるもん。124。このトークをしてるってことは、なめこじるさん絶対、茨城県民っぽくないですか？これは知ってんだもんね。ルートをちゃんと分かってる。はい、ワード2。いらっしゃい。茨城のあの学園都市ってすごいですよね。あそこら辺。茨城じゃないような感じが。ですよね。なんかもうほんと未来都市みたいな作りですよね。あれは何なんですか？特区なんですか？なんか、行政かなんかが仕掛けてる。あれ、なんだろうね。あれ何なんですかね。急にあそこだけ、栄えちゃって。あれは何ですか？研究所とか大学とかが密集してるんですか？そうです。ああ。病院とか大きい。あのね、俺ダメなんだよ。キャスがずーっとおすすめ規制なの。
しかも何にもやってないのにおすすめ規制なのね。でも、運営の対応が嫌で、別に、その、なんつうの、無理してリスナーさん稼ごうとかじゃなくて、なんだろう、本当に見て、長いスパンで見てくれてるリスナーさんが多いから、なんか人数じゃないんだよ。なんかガキども相手にしたくないんだよ。正直言うと。俺は量より質の方が大事だと思ってるから。もちろん量も大事なんだけど。だからね、大丈夫だよ。どっかでニコ生から引っ張ってこようと思ったら引っ張ってこれるけど、キャスとか。でも、なんか、ふわっち好きなサイトだから、ふわっち盛り上げたいの、俺は。友達が時間帯によるけど、行けたら行くとは言ってました。もしダメだった場合、すいません。ありがとう、ゆうちゃん。ありがとうね。ニコ生でやろうかなとも思ったけど、やっぱふわっちで専門的にやろうかなと思ってる。ただね、町会議もし行くんだったら、リアとつまち、ほら、いっぱい来るかもしれないから、その時は限定でニコ生開くかもしれない。水戸、次はどこ行く予定ですか？あのね、俺の旅はもう本当に俺の性格なんだけど、何も考えてないっていうのが俺のライフスタイルだから、その時その時考える。で、リスナーさんとの対話の中に何かがあると思ってるから、なんかね、自分よがりでやるんじゃなくて、なんかこう地元にここ何あるよって言ったら追っかける感じが好きなんだよね。やっぱリスナーさん嬉しいじゃん。自分のコメントでどこ行ってくれたとかさ、自分の地元に来てくれたとかさ、あとその本当に旅っぽい感じが出るから、だからね、予定は全部決めてないです。移動手段とかどこ行くとか全く決めてないから、逆に今近くにいるから来てよとか、そういう感じが嬉しいかな。たかやんさん、こんなワドチン拾ってくれてありがとう。こんなはいらない。うん、こんなはいらない。ニコ生の公式出れるかもしれないもの。いや、俺はね、公式は絶対ない。公式はないです。運営から相当嫌われてるから。そうそう、予定は見て。まさにそれ。俺はね、公式出ることないよ。もし、ふわっちが公式放送を始めたら呼ばれる可能性はあるんじゃん。まあ、ふわっちが始めるかどうかわかんないけど。俺そろそろふわっちは公式始めてもいい頃だと思うよ。あと芸能人がそろそろ来そう。俺の予想。うん。何かしらの芸能人が来て一気に吹く可能性があると思ってる。ニコ生で嫌われることしたっけっていうかね。いっぱいしたな。心当たりがありすぎる。でもまあまあ、合わなかったんだよ。しょうがないよ、それは。ふわっちでさ、いいリスナーさんと出会えてるからそれでいいじゃん。運営さんにもよくしてもらってるし、俺好きだよ、ふわっち大好き。キャスも嫌い、ニコ生も嫌い。ふわっちはサバを拡張してほしい。ちょっとね、そろそろサバね、拡張してほしいよね。ちょっと弱いよね、いくらなんでも。うん、マケルさんいらっしゃい。生き生きしてるよ。楽しいよ、生きてる実感があるよ。困ったり喜んだりしてるよ。喜怒哀楽がすごいよ、毎日。茨城、あんこう鍋と、納豆。と、あと、乾燥芋とか。うん、ああ、干し芋みたいなやつですか。はいはいはい。筑波山と、場所的に言うと筑波山とか、まあ、日立あたりの乾燥芋が有名、はい、あれはなんか観光スポット的にはどんなのがあるんですか？水戸行きますよね。水戸行きます。水戸行くんで、その上に、はい、日立海浜公園っていうのがあるんですけど、はい、それすごい有名です。オフ会はプレゼントでさ、オフ会は全然いいよ。でも気使わなくていいよ、別に。みんなで顔合わせて飯食うだけでいいから、なんか、負担になるから、うん、特にそういうなんか、誕生日プレゼントとかはいらない。大丈夫。そう、桜井誠、ニコ生公式アルファチ来て、そう、それで思った。あ、そろそろ来るなって芸能人とかも。ふわっちね、スマホで見ると重いんだよ。多分ね、スマホユーザーが多すぎて、スマホのサーバーがダメになってんだと思うよ。多分スマホとね、パソコンのサーバー分けてるんだよ。同じくらいの比率にしちゃってるんだよ。あのね、あれだよ、ダイレクトメッセージみんなが送んないと、運営に声届かないからね。で、ここの運営さんは、本当に神対応だから、
改善点で、お願いがあるんですけどっていう風に、運営さんにどんどん声かけた方がいいよ。返信は不要ですって、こういう機能を追加してくださいとか言うと、あ、検討しますって言って、1、2ヶ月後実装されたりとかよくあるよ。あ、サーバーお願いしますって、こうです、見れないです、ふわっち大好きですって、ファンレターみたいな感じで送るといいよ。俺よく送るもん、ふわっちに。実はね、ふわっちの運営さんの会社にリアドツする企画提案したんだけど断られたから。ダメですって言われた。本当にありがたいのですが、全部お断りしてますっていうことで。そう。結構だからね、いろいろね、考えて動いてる。ふわっちの運営さん、神対応だから。大丈夫ですか、電波？多分ダメですね。もう電波との戦いです。数字スマホは良い回線でもダメ。じゃあサーバーだね。サーバー。お、ありがとう。マキルさんバーガーありがとう。サンキュー。茨城育ちなんですか？そうですよ。生まれも。ずっと最初から。茨城の魅力は何ですか？魅力ない県で最下位なんで。茨城だ。なんか、でも、なんか調べたら人口11位とかですよね。全国で、ね。そんなに。300万人に。ですよね。少なくないし。うん、なんかそうなんだよ、魅力はないですか？最下位だね。最下位だ。そう、なんかこれといってないもんね。おー、そうですか。どうすればいいんだろう。あ、違う違う、パソコン持ってるからね、ブレちゃうの、ごめんね。うん。スマホアプリはキャスだけ使い物になるの。あ、まあ、キャスは強いよ。寝たっていうかね、やっぱね、リクライニングの休憩室みたいなところで2時間ぐらい仮眠取った感じかな。寝れてない。だから、水戸で寝るよ。いろいろ勉強になるよ。荷物減らさないといけないとか、もう、休憩はしっかり取らないといけないとか。別に寝袋でもいいんだよ。あのね、もうほんと体が資本だってね、とことん思い知らされてる。一番最初に放送にハマったきっかけって何だったんですか？はい。一番最初、金梅さんの見て。金梅さんの、うん。何配信ですか？なんかね、電車で、なんか、ストッキング。あれ、爆笑ですよね。なんか面白いな、この人、と思って。ああ、もう最高でしたね。僕もあれコメント打ってましたよ。神降臨。あれはもう神回でしたね。で、あれ、リアルタイムで見ました？YouTube で見ました、ね。あ、じゃあニコ生も見てたんですね。最初の頃は見てました、ね。はい。あれは笑いますよね。全盛期ですよ、金バーディさん。それから、なんかちゃって。まあ、ハマりますよね、うん。中毒になりますよね。ばっかりだなの。キングオブキチガイだからな。いや、あれは、もう正直、もう神でしたからね、金バーディさんは。電車止めたやつ、ストッキングの。あれ、俺もリアルタイム見たとき、ほんと神だと思ったもん。いや、防寒具とか言って。防寒具だから、寒いから、とか言って。めちゃくちゃだよ、この人と。なんかなんつうんだろう。もうセンスがいいよね。しかも喋らないで笑い取るからな。店員さんも苦笑いだと思うな。面白いですよね。金丸さん会ってみたいね、みたいな。今もうすごい健康的ですよ、痩せて。なんかね、絞ったような感じですね。そうですね。すごい肌の色も良くて。シャープです。
イケメン化してます、金林さんが。あ、オッケーオッケー、カズさんありがとう。サンキュー。まあね、好きな生主と好きな生主とコラボは見たいもんね。どうなるんだろうみたいな。サノッチって俺、川崎洋平とめちゃめちゃ仲いいイメージがあるんだよね。あの二人できてるでしょ、川崎洋平とサノッチ。洋平くん何やってんだろうな、そういえば。ニコの見ないから全然あれだけど、洋平くん元気なのかな。みんなも見てないよね、多分。ふわっちほとんど集まってきちゃってるもんね、主要な面白い生主が。傭兵ミイラになってる。野菜ばっかり食べてるから。あんな生活だけど羨ましいけどね。減らってるからな。東京帰りたいとか言って。まあ、ニコ生だろうね、傭兵くんは。傭兵くんはニコ生でいいと思う。合ってると思う。ブレてないのがいい。あっちこっち手出す。もう、移動するのは移動するとかが一番いいんだよ。よっさんみたいに。だけどね、ちらほらやってるとね、やっぱ分散しちゃうし、リスナーさんが。飽きられちゃうんだよね。どっち行ったらいいのとか。中途半端にやるとね、かそるんだよ。一個のサイトに重点的にやるか。まあ、香川さんの場合はうまいと思うけどね。もうほんとバラッバラに散らすから。多角化経営ですよ。香川さんぐらいじゃん、バラバラに。あと石川の隆起か。うまくいってんの。あ、そのこのサイトはこういう場所っていう風に決めてるんだよね。香川さんはもう完全にあのパチスロ負けたからお金ちょうだいっていうサイトだもんね、ふわっち。あそこまでね、すがすがしいといいよ。配信サイトは固定してほしい。わかる。うん、絶対そうだと思うよ、リスナーさんからしたら。おー、なめ猫さんいらっしゃい、こんばんは。今、水戸に向かってますよ。水戸で何人？水戸の目標は10人かな。水戸の目標はリスナーさん10人リアとつ。いろんな人に出会いたいね。やっぱ男性が多いね。調子で魚食べたけど、貝がうまかった。あのね、正直言うと、なんだ、マグロとかはそんなうまくなかった。要は、新鮮なのダメなんだよ。これね、寿司知ってる人だったらわかるけど、マグロってもともと、江戸前だと食べなかったのね。捨ててたんだよ。油が乗りすぎてて腐るから。だから、漬けとかはそれで文化が発展していくんだよ。だからトロとか捨ててたのね、昔って。あのね、なんつうんだろう。落ち着いてないんだよ、まだ。寝かせてないから、なんかね、なんつうんだろう。新鮮だとね、ダメだなと思った、マグロとかは。うん。逆にね、貝が抜群に、買い物はすっげーうまい。びっくりする、赤貝とか。赤貝と何食ったかな？赤貝となんか食ったんだけど、超うまかった。ホタテも美味しかったよ。最高。調子は貝だね。マグロあんまり食べないんだ。マグロ美味しいのは美味しいよ。回転寿司だったんだけど、クオリティが全然違うよ。近海、多分ね、貝が取れるんだと思う。まあでも、サバとかも食ったけど、クオリティは全然違うよね、やっぱり。ハマグリだよね。いや、牛丼混ぜ男はいいや。なんかアンチ増えそうだから嫌だ。なんだ、牛丼混ぜ男の好きな、ねえ、リスナー音を、自分のリスナーにしたくない。私たちは死んだ魚を食べることに慣れてるからな。硬直した。すごいうまかったよ。すごかった。貝をいっぱい食べてほしい。千葉の調子は。
ロング混ぜ男がもしリアトツに来たら逃げるね、俺は走って。ごめんなさい、ノーカウントですって言って走って逃げる。来そうじゃん、あいつ。四国に行ったら。小生は、とか言って。ね、にやけながら来そうだよね、なんか。なんとかじゃないですか、とか言って。ねえ、潮干狩りね。現役だったら絶対来るよね。どうなんだろうね。でも俺、あれだよ、闇将軍はどうせやることないんだから、もう引退なんてありえないと思う。そのうちひょろっとどっかのサイトでやるよ。確定だよ。何事もなかったかのようにひょろっとやるよ。絶対やる。もうあんだけニコ生中毒だったんだから無理だよ。引退なんて。うざがらみなんだよね。なんかね、過疎生主が中堅まで行くと急になんか大手ぶって上から来るのがすごい嫌なの。なんか閲覧取ろうと思ったら余裕で取れるんだよ。あえて取ってなくて、客層限定してやってるのね。今は整えてるのよ。その質のいいリスナーさんと絡んでいきたいから。だからね、なんかね、数がちょっと伸びたからって、アンチばっかりなのに、なんかね、上から目線でね、対応されるとね、ああ、まだこいつら苦労知らねえなって、もうどうせ引退するのにとか、かそるのにっていうのを手に取るようにわかるから、すごい嫌なんだよね。中堅どころの俺に対する、そのなんか、俺の方が上だからアピールがすごい嫌だ。今調子じゃないっすね。まあ、カミス。今カミス、あ、もうカミスですか。早い。今カミス、茨城県です。今茨城ですね。そう、それがすごい嫌だ。てか、くだらないよね、その、生主の俺の方が閲覧持ってるとか、俺の方がなんか強いみたいなさ。なんだそれってなるじゃん。俺そういうの大嫌いなの。なんか、どうでもよくねえかみたいな。そうそう、カミス、カミス。カミス通ったことあるな。カミスは結構騒いでます。ですよね。カミスなんで来たんだっけな。誰？俺。俺。え？ボーイングさんいらっしゃい。誰って？俺だよ。我が輩実はその辺地理ちょっと知ってる。あ、そうなの？あ、カミス、なんだっけ？俺、この辺に女いた記憶がある。あ、いないわ。妄想だったわ。あれ、なんで来たんだっけ、カミス。でも来たことあるんですよ。女だって、あ、スタービーチだ。思い出した。スタービーチで、原付で走ってきたことあるわ。スタビって覚えてる？みんな。スタビ。アイモードでやるやつ、うん。行ったことある。なんかすげえブス。ああ、スタービー系。わかります？うん。超流行りましたよね。元祖出会い系。みんなやってましたよね。もうなくなっちゃったんですけど。うん。スタービー超夏いっすよね。出会い系サイトの王様。うん、スタビ夏いでしょ？ね、え、ゆうちゃん年齢バレたよ。もう30代確定だよ。あのね、20代の子はスタビって言っても通用しないから。もうね、若作りしたサムネだけど、スタビ夏っていうコメントで、もう30代がバレたから。うん。ヨちゃん懐かしいっすよね、スタービーチ。うん、超流行りましたよね。スタバなら知ってる？あ、じゃあなめ猫さん若い人だよ。絶対。もう30代以上は絶対スタービーチ知ってるはずだもん。若作りしてない？うん、いくつなの？絶対32。俺より同い年か上だよ。いたずらばっかりしてたもん、俺、スタービーチで。ガソリンスタンド深夜暇だからさ、こう、呼び出したりして、女のふりして。スタビわかんない。すごかったんだよ。うん。あの頃のネットは面白かったよ。要は、掲示板なんだけど、今で言うところの、メールアドレス、年齢とか、容姿とかを書いたりして、メールアドレスを載せておくの。女の子も男も。で、要は女の子の場合は、
1個掲示板に書くともう1時間で100件ぐらい来るのよ。バンバン来るので、男を選ぶの、サメとか見て。うん、31か、じゃあ知ってるね。で、男はその若い子は釣れるんだよ。そう、マジ？スタビ知らないんだ。超流行ったよ。だからもうそれこそ元祖出会い系サイトだよ、王様。うん、ミオル絶対知ってるからね。桜も多かったどころか、もう俺ネカマやりまくってたもん。暇だから。ミクシーの前だよ。ミクシーって、要は SNS がなかった頃、要は2チャンネルと、でもスタビは超有名だったよ。みんな知ってるぐらいも。あ、マジですか？この前カミス現場で行った。へぇあとつ、地図で見たカミスは鹿島アントラーズ。あ、そうか。鹿島アントラーズ。え？鹿島アントラーズは鹿島っすよね。だから、隣ぐらいじゃん。そう、隣。うん。多分、隣ですね。うん。ガラケーの時代、ガラケーの時代。ていうか、今でもガラケーいいと思うけどね。スマホも使いやすいけどさ、キーボードあった方が良くない？ボタンで。隣町ですね。絶対いいよね。俺ボタンつけてほしいもん。サビ懐かしいっすよね。栄えてるなぁ。なんか面白いっすよね。その土地土地で栄えてるところと、その田舎の方に行ったりとか。なんかでも僕田舎の方に行った方が好きですね。なんか人があったかい。東京冷たいんですよ。全然もう警察の対応が全然違うんですよ。秋の中言ってましたよね。だってこんにちはとか、お化け出たかっていう入りがもうチャーミングですもん。お化け出たって一言目に僕ほっこりしましたもん。おい何やってんだこの野郎ですよ、新宿だったら。なんだカメラ止めろこの野郎みたいな。何映してんだよみたいな。ねえ、ねえ、超良かった。神対応だよね。いやー、僕らも仕事だからさみたいな。まあ悪いけどちょっと出てってもらえるみたいな感じがすごい好感持てるわ。すごい好感持てる。スタビで遊んでましたよね、毎日ね。うん、スタビ楽しかったな。超楽しかった。大好きだよ俺。うん、優しかったよね。すごい優しかった。おい、ワード2。タチュヒコさんいらっしゃい。お社外家の風呂の突っ込みの人は面白かった。え、何風呂の突っ込みの人って。なんかあったっけ？そんなの。スタビやったことない。もう遅いから。散々スタビ懐かしいっつって、ガラケーがどうのこうの言って、やったことないとかもう無理があるよ。絶対やってるよ。お釈迦風呂。ああ、お釈迦風呂面白かったね。優秀なコメントを打つ人が面白い人いっぱいいるからね。鹿島のガールズバーでいいことあった。昔だけど。あーなんかいいね。飲み屋のいいことあったエピソードって男の一生の宝物だからね。俺ね、超悔しいことがあって、成田の地元で、いくつの時だろう、16歳で童貞の頃かな。超エロくて超可愛いお姉さんが、隣の居酒屋に座ってたんだけど、超可愛いのよ。21歳ぐらいのお姉さんが、俺にすり寄ってきて、16ぐらいの時に、なんかもう、ホテル行こうよ、みたいな感じなんだけど、一個上の先輩が、なんか、酒ガンガン俺に飲ませて潰して、なんか、二人くっついちゃって、もうすげえ最悪と思って、もう俺その先輩大嫌いになった。ダッセーと思って。電波？スタビは車何乗ってるか。いや、年齢ですよ。年齢と車っすよ。本当に。でも、スタビの頃って本当車でしたよね。車何って。でも僕、車持ってなかったけど、若かったら、お姉さんたち、全然出会えたもん。そう、多分ね、若さか、車なんだよ。その当時は。年齢か車。
昨日の心霊配信を流しながら寝落ちしたから悪夢見てた。いや、もう怖かったよね。バイオハザードだよね。死体現場に行く前に警察来なくてよかったよな。あー、確かにね、赤い部屋が見れたっていうのは貴重な映像だったんじゃないかな。しかもね、ライトも完璧な状態で画質も良くて。なかなか写真とかね、出ないもんね。ちょろっと出るけど、Google とかでね。あれ貴重な映像だと思うよ。いや、タイムシフト乗ってる乗ってる。YouTube もあるから、YouTube 登録してよ。活業で一泊泊まろうという和道の神経が理解できねえ。いや、俺だってやりたくないよ。ただまあ、体張らないとね、やっぱり配信者は。あ、治った。よかったよかった、ゆうちゃん。お帰り。水戸の納豆って、普通の千葉とかで売ってる納豆とどう違うんですか？藁で売ってるんですか？藁で売ってるのもあるし、はい、でも千葉でも水戸のやつ売ってるよね。売ってますよね。だから、そう。うん、多分味知ってるよなっていう。食べると。ですよね。藁の食べたことないんですけど、味全然違うんですか？あ、違いますね。どう違うんですか？なんかあんまり、はい、藁のやつは味がないような感じ。味がない？あんまり藁の好きじゃないんだけど。ああ。その大豆感が強いってことですか？素材感っていうか。うん？俺は一人で行くこと無理。あれ、超怖かったっすよね。そうだね。いや、まあ、体張ってなんぼだよ、配信者は。体を張らないとダメなんだよ。自分をいじめる作業だから。な、芸人さんに近いよね、そういうところはね。おぉ、怖っ。危ぅ。茨城運転荒いっすか、やっぱみんな。なんかそう言われてるよね。おぉ、うん。やがれる。水戸ナンバーは特にやがれる。道が広いからかな。乗り慣れてるからですかね。なんか、よっさんの家行った時もやっぱみんなあらーと思って。怖え、今の。すげえな。芸人言われてやってるだけだからちょっと違うかも。いやー、芸人さんはだから台本をどううまく仕上げるか。だから、その構成作家さんがついてるじゃん。だから、そのリアクションとか表情とか声の張りとかなんだろうね。多分。すごい求め、演技力っていうのかな。あ、水戸ナンバー全国の中でも悪いって言うんだ。そうなんですね。今びっくりしましたもん。考えられねえ、なんかこう、寄せ方すんな、みたいな。危、みたいな。危なかったっすよね、うん、今の。だから、なんだろうね、生主はいろんな要素が必要だよね。脚本も書けないといけないし、アドリブ力とかリアクション芸とか、なんだろう、ラジオっぽいとかね。なんか難しいよね、カメラマンとか脚本とか、いろんな要素があるから。島根に遊び行った時、友達の車に乗せてもらったが怖かった。おお。え？スタビで知り合った人と結婚したんすか？あ、でもいるだろうな、いっぱい。だからそれくらい強力なコンテンツでしたよね。でも、その当時ってネットで出会ったって言えなかった時代なんだよ。彼女とか。今別にツイッターで出会って彼女になったとか平気で言えるじゃないですか。Facebook でとか。なんか、スタビで彼女出会ったって言いづらかった時代あったもんな。水戸と姫路ナンバーは注意。へぇー。姫路も悪いらしいっすね。水戸ナンバーには気をつけようとか言って。お、青じいだ。うん、高谷さんわかる？青じい。いつもコメント打っていただいてる高谷さんだよ。今、運転
転していただいてる。でもね、道路が広いからだと思うよ。それだったかもしれない。多分す、うん、2車線、4車線か。2車線ちょっと俺よくわかんない。片側2車線だから、その道幅が広いっすもん、すごい。運転しやすいから飛ばしちゃうんだと思う。うん。いや、助かりましたよ。うん。すごい助かった。なんかワクワクする。ワクワクするよ。水戸ではどんなドラマが待ってるんだろうって。何しようかな、水戸で。牛久大仏とかも水戸でしたっけ？まあ、牛久ですね。牛久だの、ちょい先ぐらい。ああ。水戸は若者と年寄りの運転差があるから特に危険。ほう。若い人飛ばすもんね。水戸、納豆屋さんとかないですもんね。納豆定食とかないですもんね。納豆定食、あるんですか？そこにはある。あります？うん。あ、じゃあ食べてみよう。調子では岩盤浴。うん、岩盤浴じゃなくてね、スーパー銭湯みたいなところ行った。大洗の水族館も有名。水族館で配信。あれも有名だね。そうなんですか？大洗の水族館何が有名なの？どう有名なの？イルカとかマンボウとか。あー。でも水族館で配信って絶対通報されるかんね。絶対止められるかんな。まあ、街ブラブラしてても面白い。あんこう鍋食べたことないんだけど、どういう味なの？あんこう鍋って。たかやんさん。隊長さんいらっしゃい。たかやんさんです。リスナーさんです。あ、後楽園ロゴがおしゃれになってる。へぇ。あんこう鍋。あんこう食べたことないな。あんこううまいですよ。あんこうの肝なんて。はいはい。どういう味なんですか？とろみがある。とろみたいな感じ。マグロも。ほう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 。で、その、ん？さか、白身ですよね。そう。もう、肝ごとドンって入れる感じなんですか？うん。身も。身も。おー。で、なんかその、だし的な。味噌みたいな。あ、その味噌によって違うんですけど。あー。味噌いいっすね。あんこは捨てる場所がないって言われてる。へー。全部食えるのいいっすね。あんこう鍋か。食べてみようか。俺納豆も食べてみたいけどな。そう、わらの納豆。水戸ってリスナーさん結構いるのかな。どうなんだろう。あん肝が好きなんだ。あんこ鍋うまい？俺食べたことないわ。うまいっすか？うまい。ハマります？いや、マジっすか？じゃあ食べないとな。あんこう鍋食べるわ、じゃあ。絶対。あんこう鍋5万あれば食える。そんな高いんすか？俺ごちそうになったんで、2回ほど。自分でよく食べたら。あ、そんな高いの？あんこう鍋って食えねえよ。買えなもそんない。そんな高いんだ。無理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 。マジか、タックさん教えてくれてありがとう。くまモンさんいらっしゃい。福島、茨城の上っすよね、福島って。あ、行く行く。近いよ。福島、くまモンも、あ、そう、意外と福島リスナー多いんだよな。なぜか。そうなんですよ。福島もいいとこですね。多分、憶測じゃん。あんこう鍋美味しいよ、多分って。多分ってなんだ。あんこうってそんな高いんだ。高級魚なんですか？そうですね。あー。はじめまして。全国旅してます。和道です。あんこう鍋そんなしない？お店によって安いところはある。
あ、え、ふぐちゃんって福島なの？え、俺ふぐちゃん会いたいんだけど。ふぐちゃん福島なんだ。あ、行く。あの、ふぐちゃんオッケー出たら。あ、俺、九州とかそっちの方だと思ってたわ、ふぐちゃん。最近地方の生主活気づいてるな。日立で食べな。水戸と日立は、結構遠いっすか？あ、で、あ、そんなに遠くないですね。通り道っすか？福島の方行く。福島の間です、ね。そうそう。あ、じゃあ日立寄るわ。ありがとう教えてくれて。会津若松。あんこう鍋そんな高いの食べたことない。会津若松で俺の同級生。糸でググったら NG の水族館が大洗マリンタワーか。あ、これがスタジアム。へぇー。今通るみたいよ。マリンスタジアム。これが NG なんだ。鹿島神宮もそうか。まあ、リスナーさんがどういう配信を求めてるかだよね。その、なんか、どういうのが見たい？そう、まったり街ブラ配信なのか、そう。おー、すげー、かっこいい、なんか。あ、あー、伝わんねえな。おー、なんか、いいな。いや、ごめんね。あ、マリンスタジアム。でけえ。まあ、サッカースタジアム。あ、サッカースタジアム。でっかいよ。ちょっとごめんね。カメラ伝わんない夜だから。ごめんね。なんて読むんだろう、これ。安いアンコウ鍋食べれるところあった。おー。まあ、マックス2,000〜3,000円だよ。マックス2,000〜3,000円。名産紹介とか結構好き。オッケー。頑張る。おー、鹿島のマークだ。かっこいい。アントラーズ。でかっ。お、でかっ。中港。大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫。リアツじゃない、配信者って結構配信してるの？水戸配信って。なんか俺見たことないんだけど。なんかさ、大阪とかよく見るじゃん。北海道とか。水戸ってやってる人いる？結構。これで闇やってましたね。あ、闇やってました？自転車で水戸まで行きましたね。結構距離ありますね。一日で、きつい。え、一晩で行けたんですか？一日で。すげえな。夕方、そうだよ。マジっすか？すげえ。若いな。調子取って、さっきの道、来た道。すげえ。京都の祇園祭りみたい。あ、それ見たいね。京都は長く滞在してもいいかもね。福島ね、どこ向かうかっていうか、この、なんか僕の性格なんですけど、なんか、タイムスケジューリングとかがめちゃめちゃ苦手なんですよ。あの、アスペだから。アスペだからっていうか、まあ、その、学習障害が多分あるんだと思うけど、時間軸を決めるのがすっごい苦手なのね、俺。だから、もうその場その場をノリで決める感じです。逆にね、ここ案内するよとか、ここおすすめだよって言ってもらった方がありがたい。超苦手なんだよ。高山さんめっちゃいい人だよ。コメントよく打ってもらってるよ。一人3,000円くらいでアンコウ鍋食べれる場所意外にあった。あ、マジで？あとは撮影許可だよね。一人で食ってもうまかったみたいな感じだとさ、どうしてもツイッターに写真あげるぐらいしかできなくなっちゃうから。それではつまんないでしょ、みんな。京都の祇園祭か。ねえ。いいね。あ、51号なんだ、これ。ワドちゃん。はい、ワードちゃん。まあでも確かにこんだけみんなうまいうまい言うんだったら絶対うまいもんね。食いたいよね。
けど、そういえば、ヒカルくん、ね、フグちゃん会えたらフグちゃん、あと誰だっけ、カッシーニ。で、リスナーさんも何名かいるから、福島結構暑いかもしれないね。お、リーダンリードいらっしゃい、ワトツ。山水って店。おー。京都はね、修学旅行で行ったよ、中学校の。あと、沖縄も楽しみだな。沖縄めっちゃ楽しい。ヒカルくんは郡山だね。郡山、あれ？ヒカルくん郡山で、カシーニも郡山だっけ？カシーニどこだっけ？郡山だっけ？郡山って県庁所在地？福島の。有名なの？栄えてるところなのかな？福島も行ったことない。でもなんか一回行った場所は頭に入るからいいよね。あ、これはこういう街だとか、この辺にあるって。行ったことないとこ想像ができないんだよね。記憶ができないの。いわきのたかしも入れたくて。いわきのたかし。え、たかしって無言のたかし？たかしっていわきの？うん、長州大橋もう渡ったよ。今ね、もう鹿島の方にいる。若造さんいらっしゃい。岩手行きたくなるな。五色沼。何それ五色沼。郡山は栄えてんだ。郡山が一番栄えてんのね。オッケー。だから福島って俺震災のイメージしかないから。岩木なら行く？岩木って通り道なのかな？俺がルートを分かってないから、逆に来てって言ってもらった方がいい。ある程度栄えてるところなら。もうカッソカソのところだときついもんがあるけど、よっぽどネタ？なんか、ね、観光地があるとか、絶景があるとかだったら絶対行くけど。鹿島ってカッシーニの本名なんだ。あ、だからカッシーニなんだ。知らなかったわ。あ、そうなんだ。福島はじゃあ暑いじゃん。結構、高橋さん会えるかな？絡みたがらないだろうな、ワードだと。どうだろう。ね、五色沼有名なんだ。ね、その県に入ったら教えてよ。ここ行こうぜって。人間ドローンだからさ、俺。カシーニ郡山だったと思う、多分。でも、高橋野田通りとコラボしてたよね。それは覚えてる。なんかショッピングモールもあったのは。調べたけど、五色沼は福島だから連れてってもらったら、ああ、ねえ、福島にリスナーさんいたら、カシーニも車出してあげるよって言ってたから、多分連れてってくれんじゃないかな、わかんないけど。郡山同級生住んでる。ゆうちゃんすごいね、なんか人脈が半端ないね。ねえ、たかし、全然印象、まあ、部屋雑談系はあんま関係ないもんね、外出ない人は。移動する人って結構その地元どこかって印象つくけど、家雑だったらどこでも変わんないもんね。五色沼周辺はフグちゃんが詳しい。その近くのホテルでフグちゃん働いてた。ああ、そうなんだ。あっとついたんだ。はい、ワトツ。カエルさんいらっしゃい。五色沼、会津若松近くだからフグちゃん。オッケー。ただ、フグちゃんが俺、フグちゃんでもリスナーだからな。たまにフグちゃんコメント打ってくれるから、ねえ、運よくコメント打ってもらえた。俺連絡先知らないから、フグちゃんの。でもフグちゃんは結構見てくれてるし、いい人そうだから俺好きだよ。ねえ、ふわち配信者だし。コラボしたよね。会津若松もいいとこ。なんか、俺はね、田舎の方が好き。栄えてるところより。トトロが出そうなところが好きです。
が調子はすごい良かったね。福島で連絡先知ってる人、いないなぁ。いない。あ、だからカシーニとヒカルくんだ。いるわ。その二人はもう、コラボの予定は立ってる。まあ、近くに来たら声かけてって言ってくれてる。俺が土地勘がわかんないからなぁ。どこに何があるのか全然わかんないんだよ。えなたぬどこだっけ？福島だっけ？あ、福島じゃね？えなたぬ。えなたぬ福島かな？そうだ。えなたぬはそうか。福島多いな。俺、正直誤解与えたらごめんね。俺ね、福島のイメージなんだけど、茨城よりも栄えてないイメージなんだけど、どうなんすか？福島は結構、栄えてるよね。大きいんすか？そういうイメージある。あ、そうっすか。僕、福島って何もないっていうイメージなんですよ。栄えてる。栄えてるんすか？栄えてますね。そう。だから、なんか配信者の数とか見ると、そう、なんかいっぱいいるから。あ、ハム太郎も福島なんだ。えなたぬは郡山。何山？郡山だってのかな？配信者マップ必要だね、これね。栄えてるんだ。福島市は過疎なんだ。千葉市と一緒だ、これ多分。福島に向かってんじゃないよ。水戸。うん。お、バーガープレゼントありがとう、なめ猫さん。いつもありがとね。郡山市か。じゃあ郡山に密集してる感じか。じゃあ福島滞在長くなるね。福島はいろいろ見るとこあります。あー。そういう感じなんですね。51号ってずっと行くとどこまでぶつかるんですか？あ、水戸まで繋がってんのも51なんですね。ハム太郎の水着姿でコラボしてほしかった。さすがに難しい。ふわっちゃばんじゃないかな、あれは。土日はカッシーニキッチンカーだから厳しいんじゃないか。わかんない。キッチンカーって何？でもなんか暗黒ラーメン食わせてくれるって言ってたよ。暗黒ラーメン食いたいって昨日言って。ラーカーさんが紹介してくれたんだよ、カッシーに。LINE 交換して、暗黒ラーメン食わせてって言ったよ。わらって帰ってきた。わらって。キッチンカーはリスナーに。すごい。おやすみ、ミール。風船ありがとう。おやすみ。何これ？セイコーマートです。セイコーマート、はい、初めて見た。北海道と茨城にしかない。へえ。初めて見た、セイコーマート。茨城県と北海道。なんか、あれなんですか？変わり種の弁当。何が強いんですか？魚物。シシャモとか。へぇー、うん。面白い、うん。ハロウィンさんいらっしゃい。あ、B 級グルメ食いたいんだよね。そう。なんだっけ？あるじゃん、いろいろ。もう食べ終わったら和道さん感動で泣きそうだな。どうなんだろうな。もう、果てしなく遠いからな。この旅の終わりが見えないもん。まあだから、なんか焦らないで、コツコツやっていくのが楽しいから、うん。なんかボーンってうまくいくわけないと思ってるからさ、ゆっくり知名度上げていって、いろんな人と出会うっていう感じで。いや、福島に行くわけじゃなくて、今水戸に向かってますね。
バーガー、北方ラーメンってどこ？福島です、ね、福島なんですか。うまいっすよね、北方ラーメン。卵の麺、卵っぽい麺っていうか。2年先終わらないと思うよ、俺。3年は余裕でかかると思ってる。3年は余裕でかかると思ってるよ。この旅終わったら俺のんちゃんと結婚するから。北に行くのがセンスよし。そうっすね。一回鹿児島まで行ったことあるんですよ。南の方に行ったことあったんで。だからまずはまだ会ったことないリスナーさん、北にいっぱいいるはずだから北に登ってくっていう感じですね。大会出ますよ。ですね、格闘技のイベントで捨て頃っていう、これに出ます。詳しくはツイッターなどで見てください。こんばんは。お、充電切れる。もうすぐ充電切れます。え、早くね。76分。なんでこんなバッテリーの減り早いんだ。今日劣化してる。まあしょうがないか。多分あともう少しで切れます。途中で切れたらごめんなさい。バッテリー早いね今日。持つとき2時間とか持つんだけど、なんかムラがあるんだよねこのパソコン。76分ですけど、77分で切れちゃいますね。何なんだろう。まだ使いこなせてないんですよねこのパソコン。これサブカメラの方を使ってる。サブカメラ、実はメインカメラのテストまだやってないんですよ。明日テストします。うん、まあ水戸着いたら多分また回すから放送は。まだ Now じゃない。あと1時間ぐらいですかね、見と。あと、3、40分くらい。多分ね、3、40分で着くから、その後、俺が、まあ、ガサゴソ準備したりして、1時間後くらいかな。パチンカスさんいらっしゃい。1時間後に多分、水戸配信が始まると思うよ。うん、気をつける。ありがとう。配信するんで、ぜひ見に来てください。初水戸なんで楽しみです。にゃー、お、和道旅団だ。にゃー、いらっしゃい。そう、高谷さんだよ。高谷さん。リスナーさん、高谷さん。起きてたらでいいよ全然。あと 7% だからもうすぐ切れるな。5分ぐらいで切れるわ。プツッと切れたら終わりだからよろしくね。なんだこれ。 Google 入れる。
海岸懐かしい。あ、住んでたんですかこの辺。やっぱね、地元とか移ったら嬉しいっていうコメントが昨日あって、やってよかったなと思った。次1時間後ですね。水戸から配信しようと思ってます。深津さん。いやー、なんとかね、助けてもらって。本当に。東金懐かしかった。あ、そっかそっか。東金って言ってたもんね。でもいろんなところを知ってるとやっぱいいよね。あそこに何がある、ここに何があるって。なんかイメージとかさ、ネットで見てる情報と全然違うんだもん。リアルはいいよ、やっぱり。少しでも臨場感が伝わればいいけど、やっぱ3割ぐらいしか伝わらないよ、俺の印象だと。マックス3割。いくら生放送でも、いくらでもごまかし聞くし、なんかね、奥行き感が出ないんだよね、距離感っていうか。子供の頃何度か遊びに行った。へー。じゃあもしよかったらフォローしてください。水戸リスナーさん、リアドツお待ちしてます。よろしくお願いします。1時間後に放送再開します。じゃあ皆さんお疲れ様でした。放送切ります。おつでーす。コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ、もう。